はい、でちょっと上の方来ましたんで、吉村さんに早速ダンスの方を教えていただこうと思うんですけど、なんか簡単なステップとかあるんですか？僕本当結構ね運動音痴なんですよ。一番最初に習うステップっていうのがあって、はい、パドプレって言うんですけど、はい、パドプレですか？パドプレ、パドプレ、はい、いいんですけども、それやってみますか？でいいですか？ちょっと教えてくださいよ、ぜひ。硬くなって、スカくなって、うわ、すごっ。ちょっと一回見せていただいて、私はやってみます。はい、はい、こっちからの方がいいますよ。はい、あ、それなんですけど、スムーズですね、やっぱり。こんな感じのステップがあるんですけれど、ちょっと足がすごい、足めっちゃ難しくないですか？かかとから、はい、かかとから、はい、つま先にパンパン、ただ、もうこうからかかとから入って、こっち来たらもうパン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 。よし、もう一回いいですね。かかとから入って、ゆっくり、ゆっくり、パンパン、から、かかとから入って、まだかかとから入って、あはっ、こんな、キックが入ったり、キックの時に、ゲージバックでしたり、こうっすか。僕に対してちょっと、吉村さんはその動きを見ながら、ちょっと、真似てやってみます。はい、こう、うわっ早く、こうっすか。すごいすごいっすわ、これはすごい。鍛えてからのマイク、確かに、これも素人がすぐできるようなもんじゃないみたいなね。それを、まあ、ちょっとずつなんか加えていくと、はいはい、キックが入ったりとか。おうおうおう、ちょっとキックの見せてもらっていいですか？あ、すごい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 、キックに後ろを深くジャンプするのが、なんかちょっとこれ燃えてきました。燃えてきました。ちょっとこれ練習して大会とか出ましょうよ。スタッフみんな覚えてもらおうかな。ジャズダンス。すごいね、本当勉強になりましたね。ちょっとこれあのね、またゆっくり時間あるときにじっくり教えていただければなと思います。はい。はい、どうだったでしょうか。このね、吉村さんのこのねすごい特技。ちょっとこれ本当教室開いてもいいんちゃいます？マスクが苦しい。あ、ね、すいません、なんかね、ありがとうございます、ご協力いただきまして。はい、では皆さん、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。はい、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。ムロちゃんの夢、今日以降叶えます。